テレビアニメ現実のヨハネはまだ謎のままになっている点も多いので、続編を待ちたい気持ちもあるのですが、個人的には他のメンバーをメインにしたスピンオフ作品も見てみたいです。個人的に10秒で思いついたのが某孤独な感じのグルメ作品っぽい内容の花丸のグルメ。いいね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 、見てえな。花丸ちゃんが毎は沼津に実在する食事処を巡り、モノローグで料理の感想を語りながら美味しそうにご飯を食べるだけのアニメです。わあ、いいね、いいよ、いい。食事の前に他のメンバーとの毒にも薬にもならないようなドラマパートがあるとより面白いかもしれません、ということでいただきました。いい、ね、これちょっと見たいわ。なんか淡々とした感じでね、うん、そうね、いただきます。わー、淡々とね。この魚はどこどこさんのこれでも両方でやってほしいな。アニメと実写でどっちもやってほしい。あ、これ見たい、私見たいもん、うん、ずっと見てられる。それいいな、美味しいものいっぱい食べれる。いいよね、いい、うん、それは嬉しい。な、何がいいかね、マリちゃん。でもマリ魔法でしょ。そうだね、魔王か、魔王だ、魔王。え、なんかワッションさん考えたやつあるのかな、他に。これワッションさん聞いてね、10秒、逆に10秒あげるから。チカとチカとマリの何かあんのかな、マリちゃん無茶ぶりすぎんな。魔王ね、これなんかいいじゃん、普通にお散歩、ね、バス散歩とかさ、マリ散歩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 ちょっとね、あの、頑張って島からちょっと出てみて、ね、そうそうそう、うん、いろんなところをちょっとね、探検したりとかしてね、うん、マリ散歩の第一歩だったんじゃない、なんかそうそう、今日の朗読チカってちょっとむずいよね。でもチカちゃんなんだ、シンプルに、うん、なんか旅館だしさ、うん、なんかさ昼ドラとかやだ、ドロドロしてそう、やだ。もう絶対リコちゃん来るって絶対リコちゃん入ってくる、うん、パンパン、うん、入ってくる。事件起きてるね、事件起きてる、事件起きてる、リコちゃんがコンコンってした瞬間にもう事件起きるからヒルドラね、ちゃんで、ね、ヨウちゃん来ちゃってね、うん、もうやったわ、それやったわ、気まずいやつね、うん、ヨウちゃん来ちゃった、あったわ、それヒルドラになっちゃうとそうなるね、チカはね面白い、魔法少女、魔法少女、かわいい、確かに、顔めっちゃ可愛くなる、うん、めっちゃ可愛くて、なんかさ、うん、こう、パッて開いて、もう世代とか分かっちゃうかもしれない、うん、パッと開いたら、あー、キラキラみたいな、かわいいよね、かわいい、かわいい、めっちゃいいね、うん、やってやってみて、ちょっとやってみて、怖い怖い、ちょっとやってみて、魔法少女って来てるって、うわ、そのためのやつかねえ、いい、でもこんなもん先にやったもん勝ちだから、え、ちょっとやっちゃったでしょ、いやいやいや、私やんないよ、みんなこのテンポで手叩いて、みかんパワー注入、パン、下から、下からね、パンパンパン、靴変わる、スカートふわんダダダン、ジャケットダン、みんなのこと虜にしちゃうぞ、はい、いやだ、テンポどうする、テンポどうする、え、テンポ、え、テンポわかんない、え、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、魔法少女マリ、ここに参上、あ、かわいい、キレ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 、あ、しゃがみね、しゃがみかわいい、全身入ってくるタイプ、あなたを虜にしちゃうぞ、うわー、いきます、パパン、キレイレレレレ、下からね、トントントン、再現度高え、バスタップ、ピカー言ってたのみんな虜にしちゃう、虜にしちゃう、虜にしちゃうぞ、あー、はい、もうこれみんな虜になってるよ、カット。